シャチです。そしてもう一頭、ステラの母
と凛、親子のシャチがトレーニングを行います。そのトレーニングの時間はシャチたちにとって食事の時間でもあります。種目が上手にできるとトレーナーから餌の魚がもらえます。その餌の魚にはホッケやサバ、ニシンといった私たちに馴染みの深い魚をあげたり、他にもキュウリウオという馴染みのない魚をあげたりもしています。このシャチたちは1日に一体どれくらいの魚を食べると思いますか？体の大きなステラで1日におよそ60キロぐらいの魚を食べます。そして体の小さく見えるリンでも1日に40キロぐらいの魚を食べています。なのでここにいる2頭のシャチだけで1日に100キロもの名古屋港水族館では毎日
朝と夕方の2回体温測定をすることで私たちの健康管理に役立てています。今度はステラが尾びれを上に、頭を下にした逆立ちの姿勢をとっています。大きな尾びれが屋外観覧エリアのお客様にはご覧いただけているでしょうか。水中観覧エリアのお客様にはステラが胸びれで器用にバランスをとっている様子がご覧いただけています。このシャチたちの胸びれは、実はタイドプールにいるバンドウイルカやカマイルカとは少し形が違います。バンドウイルカたちの胸びれは三角形をしていますが、シャチたちの胸びれは丸い形をしています。ぜひこの後比べてみてください。プールの中ではリンが尾びれを上下に振ってぐんぐんと泳いでいます。シャチたちはクジラやイルカの仲間の中では一番速く泳ぐことができる動物です。その最高スピードはなんと時速50キロから60キロくらいも出ると言われています。今度はステラもプールの中を泳いでいますね。ぐんぐんと加速をしてトレーナーの方に今度はリンがプールのここまで打っていきます。ぐんぐんと漕いでいっていますね。このプールのここまで行って助走を取ります。そして 1.1 トンの体を空中に踊らせました。ブラッシュダンスが決まりました。今度はお母さんのに向かっています。 2.2 トンの体を尾びれ一つの力で持ち上げています。さあ、また別のアイスが今度は順に出ました。今度は尾びれが上下に振って体温測定をしていきます。水中観覧エリアの前を通過します。先ほどとは違うダンスを披露しました。リンのジャンプはまだまだ続きます。見事に連続ジャンプを決めてくれました。負けじとステラもジャンプに向かいます。プールの底まで戻ってブラッシュジャンプです。今度も上がりました。さて皆さん、シャチの公開トレーニングはいかがでしたか。シャチたちは毎日トレーニングを頑張っていますので、またぜひ成長したリンやステラたちに会いに来てくださいね。最後に宇宙観覧エリアにステラにもう一度会ってもらいましょう。はい、上手に撮れました。以上をもちまして、シャチの公開トレーニングを終了いたします。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。はい、皆さん、ステラの写真撮れましたか。ありがとう。お客様にご案内いたします。この後4時より北館メインプールにおきましてイルカのパフォーマンスを行います。お時間のあるお客様はぜひご覧ください。水中観覧エリアでマットをご使用になられたお客様、
恐れ入りますが、マットを指定の位置までお出しいただきますようご協力をお願いいたします。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお楽しみください。Thank you.